二条ためうは、鎌倉時代中期の苦行、家人。藤原北家三子左家の着流で、県大納言、藤原ため家の長男。和歌の家である二条家の祖。家録二年助爵。自重、左少将、左中将を歴任し、県庁二年増人等。県庁三年に賛義として苦行に列し、累進して、正二位、県大納言に至った。父ため家に、 和歌の指導を受け、大覚寺等に近似して、花壇で大きな力を持った。正当な御子左家の当主であったが、相続に関連して、弟のため京、ためと不安になったため、京国や、霊勢家という別家ができた。公安8年8月に出家し、法名を里氏屋と称した。公安9年9月14日、皇居、京年65、 阿武津にと春馬国細川荘の領有をめぐって訴訟があり、鎌倉に下校してその地で母したと推定される。還元元年、河合社歌合わせ以下、多くの歌合わせに出鋭し、また、法事を百首、校長百首などを栄心する。亀山上皇の信任が厚く、その直を受けて、公安元年に、俗州岩下州を騒乱した。他にも、 続語戦和歌集以下の直戦和歌集への200首以上の入り首をはじめとして、宇都宮二良山の神社へ奉納された、新式和歌集以下の四戦和歌集にも多くの和歌が残る。その歌風は平明遊園と評される。大納言ため宇治集は、ため宇治と長男、ため世の鋭歌を集めた後世の多先週。連ガもよくした。文永7年10月から12月の実筆日記。 ため氏狂気が、冷静やシュグレテイ文庫に造されている。同時代の他の苦行の日記によれば、ため氏は、定身としても花肌有能だったらしく、苦じに成金している様子がわかる。また、若年期からしばしば外祖父の本拠地である、下屋国宇都宮に下校し、関東武士とも信仰を結んだという。ありがとうございます。